どうもこんにちは宣伝部長の小です今日は立花隆の一撃ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで先日の記者会見において立花隆さんがですねいわゆる政党助成金をもらうためには来年の1月の16日までに一応登記上の党首となっている大津さん側の、まあ、所属だっていうことを斉藤議員と浜田議員が署名して、まあ、それ提出しなきゃいけなくて、まあ、大津綾香を 代表としては認めてないけど今政党、えー、助成金が、まあ、もらえないとそれが債権者が困ることになってしまうので、まあ、そこについてはまあまあ認めてないけどあの、まあ、一筆書くだけ書けばもらえるんだから、まあ、それを弁護士に渡して対応しようとしてたわけなんですけどもそれがまあちょっと冷静に一回考えてみてやっぱおかしいんじゃないかというところでいわゆるね 登記上の党首でありつつ、党首と主張していて、でもその人がまあ党のね、名前まで変えちゃって、で、まあ総務省とか法務局含めて、まあそれに対して異議を申し出ているわけでもないし、それからマスコミ等ともそれを普通に報じちゃっているような状況下にはあるわけですよね。はい。まあ実態はないんだけど、<laughs> あの <laughs>、まあ、そんな中で、じゃあその人が、まあ、今ね、大塚があちこちでね、民地区代表です。よろしくお願いしますってやってるのを含めてですけど。 なんか国会議員がね、全然認めてもいないのに、それを自由に放置してていいのか、みたいなところですよね。だから、政党助成金をもらうために、まあまあ、今やってることをそのまま放置していいのかな、みたいな状況の下の中で、いや、もうちょっとそれはやめようということで、まあ少なくとも、まあそのね、まあ、政党助成金をもらうための署名ぐらいはね、あの、まあ、お、お、 っていうかまあそもそもですけど国会議員とは、まあ、自分が嫌いなのは分かるんだけど、ね、所属の国会議員2人とは普通に、まあね、連絡を取れるような状況ぐらいにしたらどうかと要するに協議ができるような状況ですよね。にぐらいにはしたらどうですかというところで、まあ、一応1月10日まで待ちますと。 それまでにまあ、おっさんが聞いて、まあある種頭下げて、ちゃんとあのあのこれ、政党助成金もらうためにちょっと書いてもらえませんか？みたいなことですよね。まあ、それをお願いしに来なければ、まあまあこっちからお願いすることはないよね。っていうことをおっしゃいました。というところですね。はい、というわけで、まあ私が見てて思うのはまあ、かなりまあ、支持者っていうんですかね。がまあ、本当にこの大津さんの動きについてみんな。怒っ たわけですよねはいだからまあ、変な話もうその債権者のことを考えなければね要はもう浜田さんも斉藤さんも抜けちゃってあとあ借金よろしくおつさはよろしくねみたいなことも今まではできたわけですよねだけどやっぱりそうなると政党助成金もらえなくなっちゃうしとかああのまあ、今後の選挙にもねまあ影響するっていう話があるんでまあ、ここまでなんとかまあ何て言うんでしょうねまあ あの立、ー、村、まあ、さんの一声で多くの方々が、まあ、皆さんがね、まあ、我慢してきたところがあったんですけど、まあ、今回ねもう我慢しませんっていう <laughs> 話なんでまあ多くの支持者の皆さんが喜んでおられたっていうかねすっきりしたっていう声で溢れてるという状況ですよね。はい、でもともとですけど大内さんはもういろんな人言ってますけどもそもそも積んでるんですよ最初から。<laughs> <あの笑>で まあただ詰んでるんだけどやっぱりその、まあ、裁判の結果が出るまでとか、まあ、あるいは次の選挙までとか、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけどその中で、まあ、法律の不備をついた形で登記上の党首である っていうことが主張できるような状況が生まれていて、まあ、その空白期間の間にまあまあその権限が使えない状況になっちゃってるんで、まあ、そこで協議することなく、自分が投手だと言い張って様々なことしていてで、そして政党助成金までね。まあ、こうゲットしてるんじゃなかろうかとまで言われてるわけですよね。まあ、そこについても言われてるのにそのまあ、是非って言うんですかね。8000万,万ゲットしたとか。1億6 0 0 0万ゲットしたとかまあ。そういう話は何一つ？言っ てないんですよねでとなんか立花隆に不正があるとか不透明だって言いながらまあご自身がもう本当に不透明なことをやっていてまあまあ一時が万事そんな感じなんですけどねだから、まあ、正直大津さんを応援してる人は何を応援してるのかちょっと理解できないんですけどまあ立花さんのアンチという意味においてはわかるかなぐらいの感じでまあそれ以外はちょっと意味不明ですねはい <laughs> というような状況ですよねまあだからはっきり言ってむちゃくちゃやってるわけでそうだけど そのまあそもそもそのま詰、あ、んでるというか裁判に勝つというか仮に大津さんが代表になったらまあ、借金あとよろしくねっていう話になるしまあさらにそこから国会議員が抜けたらどうするんですかみたいなところですよね。はいだから まあまあ、本人はどういうふうに逃げるつもりかは分かりませんけどもまあ、逃げ方とかもね指南されてるかも分かりませんがまあ、一生言われ続けるようなことですよまあ、踏み倒しなんか当然したらね。ということでずっとずっと一生返せ返せ返せ,返せとで、今後まあどういう方と出会うか分かんないですけど結婚の可能性だってあるわけじゃないですかでその時にまあなんかめでたいことがあったとしてもそのたんびに我々も返せ金返せ金返せって言われ続けるわけですよ。 でそして普通にやってたらそのうちお子さんも生まれて幸せな人生が待ってるのにそこにおいても「金返せ」ってずっと言われ続けるというところになってしまうっていうことなんでまあそもそもだからそういった意味において詰んでるんですけどそれをまあかなり今回の件においてですね立花さんが早めたっていうんですかねっていう状況がありますと。まあいずれにしてもですね、まあ、大津さん側の立場に立ってみた時にそのだってサインをもらいに行くだけでいいんですよ。 ここんなな簡単なことありまの、<笑><笑>とか、あるいはなんか NHK、まあ、まあ正月の NHK どうするかとか、まあ、いわゆ今代表で争ってるけれども、お互いの主張をどう,どうやって発表しようかとかですね、まあ、まあだ、なんて言うんだろうな、その辺のすり合わせぐらいはできるわけじゃないですか。ね。だからまあ、それをまあ一切しないのが大津彩香さんなんで、まあ逆に言うと、今回の件を突きつけられたことによって、支援なのか、 ま政治家ななのかをまあ迫っているよような状況ですよねだから支援だったりすると当然まあ今までの延長線上でいや私は一切それううに応じませんあのそんなのもら,えなくもらえなくたって知りませんみたいなことでいくわけですけど。 一応まあ政治家ですよね。政治家だとするならば当然こういった交渉もしっかりやってですね。いわゆるあのまあ自分たちは勝つつもりでやってるでしょうから、党運営において必要なものですから、まあ、そこについてはしっかりもらいに行くっていうことをしなきゃいけなくて、当然頭も下げなきゃいけないし、まあ、しするべき交渉もしなきゃいけないんでしょうねっていう感じですよね。まあ、いずれにしても今様々なことについて本人出てこなくて全て弁護士とか別の人に任したりとかしてる状況なので、 まあ本人的にはだってもうこれしかないようにしか見えないですから支援しかない支援しかないとこを突っ走っててでそこになんか美味しいものがあるんじゃないかっていうところでいろんな人がこうねまあ、絡んできて、まあ、応援してるっていう状況になってるのかなっていうところですよねはいでじゃあこの回のねま立、あ、花さんの状況を受けて本人がね、まあ、何を考えてるかっていう話を、まあ、実際はねちょっとまあ分かんないんですけどちょっと出てる発言を見ていきたいというふうに思います はいこちらですね。これは大津綾香さんの、まあ、いわゆる X ポストですけども破産しても等は残るからねわらだそうです。はい、という感じでねまあちょっと通常運転って感じで相変わらず自分が置かれている状況を理解してないのかなっていうふうに思うわけですけどね、まあ、どっかでドドーンと降ってきた時何つすかね現実が本当に降ってきた時でもわからないかもしれないですねここまで来るとね。はい。 とというところでですかねでちなみにですけど何のツイートに対して答えたかっていうとですね「立花さん債権者第一主義から脱却したみたいですね」と。 どうにお金を貸してくれた債権者の皆さんを不安にさせてしまうのを心苦しいですが、正しい選択だと思います。って感じで。まあ、これは c 社の皆さん、こういう意見がめちゃくちゃ多いですよね。何だったら債権者の方もいや。もう。今回のはもう本当にあのちょっと不安な面は残るけど、いや。でもあのいいいいと思うって言ってる人もいるという状況ですね。はいで、そしてこれに対して。 これはおツさんの支持者ですかね意味がわかりません不安も何も単純に返済可能性がよりゼロに近づいただけなのに何がそんなに喜ばしい話なんでしょうかっていうことをおっしゃってますねはいということで、まあ、それに対して あの破産しても党は残るからねっていうことをおっしゃってますねだからまぁ最近者のことを一切考えてないっていうのはここでもよくわかりますよねだから仮に8、えー、党が破産したとしても、まあ、政党としては残るからでえっ、ー、とその正当、まあの代表たる自分の地位は変わらないよねみたいなことですよねおそらくね <laughs> あの <laughs> だからそこだけはめちゃくちゃ調べてたじゃないですか。だから、政党助成金がもらえなくなったとしても、いわゆる、まあ、選挙は出れるのかな、まあ、ゾンビ政党みたいな形で、一応、まあ、残るのかな。斎藤さんの任期の間は、確か残るだったと思いますけど、はい。というわけで、あと、まあ4、4年ぐらい,い、4、5年ぐらいですかね、まあ、ちょっと残るので、その間、まあ、 いわゆるねいわゆる民粛総統代表の大津彩香ですっていうことを言えるって形ですんげー固執してんなと思ってもうなんかもう自分のアイデンティティがもうここここにあるんだみたいな感じにな,なってますよね。<laughs> 周囲の人がいくら困ってもどんなに 変なことが起きてもそして何だったら自分がめちゃくちゃ困ったような状況になったとしてもこの、えー、と政党の代表たる地位はあの話しませんみたいな感じですよねまあでもそれがあることによって、まあ、一応今までの人生ではなかったようなことが起きてるとは思われるのでだって一応党内にいた時はね総理大臣に会えたりとかいろいろあったわけでね まあそういった楽しいことがあるみたいなうまみを覚えてしまったのでまあこういうようなことを言ってるんじゃないかと推察しますけどねはいというわけで相変わらず意味不明ですねはいでまあその一方でですねあの何て言うんですか X ねなんかめちゃくちゃ多分たくさん見,見ててでだからブロックもすごい多いんだと思うんですよだからもう、まあ、本人が言ってましたからねアホはアホはブロックでしたっけあの アホはブロックっていうところでねアホは無視でブロックか<笑><笑>っていう感じでまあ要するに彼女に対して苦言を呈すとかなんか意見を申し上げるとまあ自分が気に入らないものについてはどんどんアホって感じでブロックブロックブロックという感じで ね、ブロックするためにもやっぱりちゃんと見なきゃいけないですからね。まあ、そういった意味においてそういうのをやってるというところですかね。はいまあ、以前はねなんかそのコメントを非表示にするっていう手法を使ってたんですけど最近はそれもやってないんですかね。はい、<laughs> <あの笑>っていうところですね。 で、まあ、その中で、いいねも一応押してまして、で、まあたいそれも自分の支持者と思われる方々の、大津さん頑張れとかですね、ある大津さん正しいみたいなやつについて、ツイートのいいねをポン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 押してるんですけど、で、私が見た最近のやつで言うと、これですかね、これ、この意見についていいねしていて、ちょっとまた驚いたんですけど、えっ、ー、と、これはテコヒンさんって方かな。 でまあこの先も政党助成金が受給できなくなったのは大津当首のせいだって続くんだろうねということでこのままもらえなくなったら当然大津さんのせいじゃないですか。はいで,でも待って皆さんえ昨日12月22日斎藤 これなんミンツク島から離脱させるって唐突に言い出したのは立花隆だよっていうことで誰も離脱させるって言ってないし、まあ、そもそも所属してる、まあ、認識すらないわけで、まあ、名簿上そうなっちゃってるっていうだけの話なんですけどね。はい、というわけで あの離脱させるかどうかを決めるのはボールはもう大津さんに投げられたんですよっていうことなんですけどまあ基本なんか大津さん周りを見てると他席の方々ばっかりなので自分が引き起こしたことでもまあ全て人のせいになるみたいな状況があってですねまあ一応投手と名乗るのであればそういった手続きするのは当然投手の責任ですよね。その上においいてなんかまあ少ななくともいろんな人をブロックし たりとかかかししててままあ再建者ららもブロックしてますからねそういうのをしまくって連絡取らないみたいな状況を取り続けてきてるわけじゃないですか。しかもまあ国会議員との話し合いも最初ね浜田議員のやつも私は行きませんみたいな弁護士に行かせようとしてて、まあ、結果来ることになったらしいんですけど浜田議員枠何言ってるかわかりませんみたいなぶっ飛んでるっていう <laughs> あの状況でまあ多分めちゃくちゃ言ってたんだと思うんですけどでそ,そして斎藤議員に関してはなんか。 嫌いででですすとまで言ってたわけですよね、はい、だけど所属させていておかしいでしょだって他のなんかまあいわゆる地方議員なんかでもまあおお大津さんに対してまあまあいわゆる賛同しなさそうな人についてはもういきなりブロックブロックっていうか除名ですよね勝手にやってるみたいなところがあってそういう意味において言うとまあ彼女の基準に立つですね斎藤さんとか浜田さんっていうのはまあまあ あの除名しなきゃいけないじゃないですかその基準にのっとるとね。だけど除名しちゃうと政党助成金もらえなくなっちゃうし、まあ、党として成立しなくなっちゃうから切らないっていうまあ大人の選択といいますか政治家的選択をしてるわけでしょ。まあだからそ,そういうふうな目線で見ると、まあ、まあ今回の件は普通にお願いしてきてまあ,あの署名くださいっていうのを、まあ、言,い言いに来るべきだと思うんですけど、まあ、いずれにしてもですね、まあ、それをやるのは大津さんの仕事なんであって。 だし、まあ、そもそも辞めるって言いながら、まあ、ずっと党首を主張し続けてきていてまあ橘さんがその債権者を守るって名目のもと、まあ、いろんなまあそこまでなんて離脱させなかった等々の問題があったのでここまでまあ来れたっていうだけの話なんでねだからまあ早晩そのこのまんま行くとまあ なんて言うんてううでしょうねずっと言われていたことですけど、まあ、借金の責任というかお金の責任は当然大津さんが全部取らなきゃいけないわけで,でこれであのちゃんと普通に国会議員のところに行って話し合いをすればサインもらえるものを。 分かりながらそれをもらわなかったら当然背任行為ということですね。これは完全に奥こ超える話になってくるんで刑事事件化するような話であるというふうに私は思いますけどね。政党なんでその辺がどこまであの適用されるか置いといてっていう形でまあ普通に考えるとどう考えても頭を下げてあの それこそね、ハンコもらいハンコをつかどうか知らんですけどね、まあ、署名をもらいに行かなきゃいけないっていうことですよね、まあ、大津さん自身はそうこういうものをずっと拒否してる人なんでねまあ行ったら行ったでそれは言われますよ矛盾してるよねとかやっぱりお金欲しいんだよねって言われるわけなんですけどまあそう言われたくなかったらさっさとねハンコをして代表権をまあ返上するというかそういうのすべきなんじゃないかなっていうふうに思うわけで、まあ、いずれにしてもね代表と言いながら裏に隠れてて要するに債権者から ねえ詰め寄られたらまあもう怖いですみたいなこう怖いですでしょ何だっけなまあ逃げ回ったりとかしてたじゃないですかでそのその,その逃げ回る時にそのなんか怖もてみたいな人を置いてその人が「オラ!」みたいなことやってたじゃないですか。ねということでまあやってることはねまあ本当にやばいわけなので <laughs> はい。 なこれみんな知らないだけなんでね、まあ、今んところ世間的に叩かれてるような状況にはなくて、まあ、この会話だけの話なんですけど、まあ、こんなもん知ったら、ね、そうみんなも何やってんだこいつみたいな話になるわけで、はい、というわけで、まあ、いろんな意味において知名度的にもそこまではないとか法律の不備であるとか あるいは立花さんの債権者を守る気持ちであるとかさまざまなことに乗っかってここまで来れたわけなんですけど、まあ、現実を突きつけられたという状況の中でこの程度の話ですら拒否するんだったらもう,もう政治家としてはまあ,ありえないですよね。まあさっさと来て話し合いすればというふうにしか思わないんですけどね。はい はい、というわけでねじゃあ、えー、と今後ね、まあ、実際行くのかどうかみたいな話ですよね、まあ、これについて言うと本当にまあ支援の延長線上で言うと行かない可能性もないわけじゃないんですけどただまあその政党助成金でね一応8,000万ゲットみたいなのをしてるわけじゃないですか。ね。まあそれをどう使ってるかにもよると思うんですけど割と使い込んでいててさらにまた8,000万ボーンみたいなの来てたとしたらまあ簡単に言うとお金に。 まあ、目がくらむじゃないですけど、まあ、あの、あこんなに使えるんだ、みたいな状況の中で、そこからさらにもらえるものについて拒否できるのか、みたいなところを含めてですけどね、まあ、いろんなものがこう迫られるんじゃないですか。ど,どっちにしてもいい、まあ、まあ、おっさんなら常にそうなんですけど、行こうが、行かい、行っても地獄、行かなくても地獄みたいな <laughs> 状況ですよね、まあ。行かなかったら、より責任が重くなるっていうだけの話で、ねえ、 っていうことで、億単位の責任がより押しか、のしかかってくるだけの話になりますし、まあ、次に、行ったら行ったで、今度は、まあ、いわゆる、いっぱい言れますよ。まあ、金かと。まあ、結局金かということだったり、まあ、それが来れるんだったら、もっとこれやればよくねとか、あるいは債権者に対してどうすんのとかですね、あるいは、えっ、ー、と、あの、 まあ給料とかですよね給料を払うことについて同意しろよとかさまざ、あ、まな自分の無茶苦茶によって迷惑をかけてる件についても当たり前に言わわれるわけですよこれサインするんだったらそりゃ他の、ね、賃金の支払いとか取引先の支払いが滞ってるんですけどみたいなねそれもやれやみたいな話に当然なっていくわけでさまざ、あ、まなことが求められるというか、まあ、いっぱい言われるような状況になるんですけどね。はい ということが、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、子供みたいな人なんで耐えられないみたいな風に私は思うけど、どその辺がね、ちょっとどう,どうなるんでしょうか、みたいな話だという風に思いますと。はい。というわけで、まあ、いずれにしてもなんか会うにしたって、なんか自分の有利なポジションをあまり崩さないタイプの人だと思うんで、なんか代理人でやろうとしたりね、例えば弁護士さんとかね、あれひょっとしたらパパさんとか、また別の人だったり、まずは代理でやらそうとするとかですね、あるいは、 ままあ、まあまあ少なくともそういう人たちを引き連れていくとかですね。で、あるいはその話し合いの場所を自分にとって有利な、まあその、なんて言うんでしょうね、浜田さんを呼んだバーってあったり、あるいはのどごろの店だったり、なんか、その <laughs>、マウントかませそうななんかところを用意して、まあ、やるんじゃないのかなともちょっと思ったりもしますけどね。まあ、普通だったらね、一応 <laughs>、議員会が来るでしょ。うん、ね。 っていう話だと思うんですけど、そうすると、まあ、給料もらってない人たちもそこにいるから、お前金返せやって言われるのも嫌、みたいなことでね、いろいろごねるような気もしますけどね。はい。まあ、というわけで、まあ、まあ、どっちにしてもですね、やっぱりやるべきことをしっかりやってないんで、こういうのを突きつけられたときに、まあ、単純に困るんじゃないかなっていうところだとは思いますけどね。はい。まあ、というわけで、今回は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。